ヤマハ b t 1 1 0 0ブルドッグ b t 1 1 0 0とは、ベルガルダヤマハ製の大型自動二輪車で、正式車名は b t 1 1 0 0ブルドッグである。アメリカンモデルからのエンジン転用、エンジン自体の強度を利用したフレームワークなどは、1981年に発表された XV1000RH に通じており、同じコンセプトの後継車と言われている。また MT-0H とは別プロジェクトで、 同時開発されていたとされる。2001年より販売開始。エンジンは DS11 と同型の空冷75度 V 型2気筒を独自のツインチューブバックボーンフレームに抱え、大型化されたエアクリーナーボックス2から1から2に集合する大容量エキゾーストなど、吸排気系を大幅に見直し、トルクや馬力の向上が図られている。エンジンやブレーキ、キャブレターなどは、 日本製だが、サスペンションやフレーム、独特なデザインの外装は、国外製を採用している。チェーン駆動ではなく、シャフトドライブを採用。シャフトユニットと一体化されたアルミ製スイングアームとなっている。2005年のモデルチェンジでは、エアインテーク形状等の外装や、新デザインのメータ回り、イモビライザー採用などの変更を受けている。2006年で、 山ハイタリーでの生産は終了。キャブレター採用など古い設計が年々厳しくなる排ガス規制に適合できなくなったのが原因。また、ファイ採用等による新設計を行うほど売れ行きが良くなかったことも生産中止の原因とされる。国内販売も2008年頃から中止されている。ありがとうございます。